おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。イエーイ。今もう気づいた方もいると思うんですけど、字幕が下に出てます。はい、やっぱね、編集にテロップをね、つけるじゃないですか。で、そのテロップなんですけど、やっぱりね、テロップつけてると、編集のね、時間がね、かかる。編集大変だからさ、最近ね、2時間ぐらい編集してることもあるんですよ。だから、その負担をね、2時間の編集はやっぱやばい。だから、これをうまくいければ、いつも2時間とか1時間半の編集がぐっと少なくなるってことになりますね。はい。というわけでね、この字幕と一緒に今日はドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。まずは街の人と対戦だ。レベル上げたいしね。さあ街の人のチームは何だい。まあ、勝ちやすいチームではある。うん。レベル上げの観点なんでね。ゆるくやりたいと思います。はい、魔法使いでいきたいと思います。よろしくお願いします。お供はね、ダッシュランとプリーズニャンでございます。ね、シャドウ系を使うね、氷系モンスターです。背景にね、ドラゴンクエスト9の BGM が流れる中、ね、レベル上げを始めたいと思います。デスゴーゴンとかがヒャドとか、すごい弱点取ってくれるんで、苦戦はしないと思います。HP もね、2800ありますんで、そんなに、ね、削り切られる印象はないんじゃないかな。星フルデバを使ってますけども、実際この SP っていうのは、ここ大丈夫、プリズニャン、うわー結構食らう。でもそんなにね、火力として使うものじゃないんですよね、これって。それは特技だね。基本的にはね、ちょっと待って。すっげえやられる。回避率さ、結構ある方だからさ、避けてほしいんですけどね。さあ、イオラ！せーの、はい！主人公がね、まさかの呪文ガードですね。さあ、このヒャドでデスゴーゴン着点を取っていく。ね。350出てるからね。ダッシュランの猛ダッシュがね、ギガンテスを狙ってほしい。はい、いいよ。で、天使のローブの回復効果が入ります。そこまで競り負けはしてないかなと。お互いね、火力同士の戦いになってますね。イオラ、もう主人公がね、50% でガードしてるんですよね。ウロボロスの盾、あれが 50% ガードなんですよ。いや、今回私たちのチームが、はーいこれはプリズニャンしっかり働きなさい。なったらちょっと痛恨、大丈夫、痛恨出ない、大丈夫、ああもうほら、逆転補正ですよ、これコンピューターの逆転補正ですよ。やってますね、これは。いや、もう避けなさいよ。ちょっと君たち回避率何パーセントあんの、君たち。あれ、回避率さ、俺たち結構あるんだけど。
おかしいなぁ。ま、ここでね、つばぜり合いで勝ちます。いきます。おぉ、いいね。悪くないよ。悪くないですよ。いきまーす。うん、赤いけばね、上々って感じですよね。まあ、こんなもんですよね。さあ、ただ問題はですね、回避率がね、このチーム、はい、オッケー !20% ぐらいはあるんですよ。プリズニアは 20%。魔法使いは、まあ、25% ぐらいあると思うんで、そろそろ避けてくれないとね、元が取れないっす。うん。魔法使いのいいところっていうのは、回避率。物理攻撃は避ければいいっていう回避率なんで、避けないときつい。さあ、ベロリンミストを打っていく。まあ、ギガンテスに。オッケー、はい、オッケー、いいよー。おー、いいね、いいね。さあ、問題はですね、このターンにご利用さないといけません。厳しいですが、勝ち筋はあると思います。さあ、グランドミラーはとりあえず、これ、まあ、600ぐらい出るかな ?600 ぐらい取って、あとは、こちらのチームが走ればって感じです。嘘でしょ？嘘でしょ？いや、避けれるよ！おーい！あ、でも、デスゴーコンとギガンテスは遅いから、プリズニアとかみんなが走ればいけるよ。はい、マグマ。おーい！嘘でしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お前早すぎない、プリズナー走れ走れ、ああ納得いかないですよ。いや、ねえ、さっきおかしいよ。それがモンバトってゲームの面白いとこなんですけど。で、このチームはですね、まあね、もうなんかもう私、諦めきれずにリベンジしましたけど。チーム変えてきたんで、こっちもチーム変えてます。まあね、一旦雨スーパーハイトショーかましてますけど、この誘惑の踊りがあります。はい、誘惑の踊りがね、ボストロール、デスストーカーは共に弱点なんでね、まあ、結局止まるでしょう。はい、なんか おかしなもんガードしてんな君。すげえ、いいの奥義、フーリンカさん行くぜ。はい、はい、おいいね、風林火山。しかも呪いで動けない。つまり相手はね、一旦動けてないですね。そうそう、まあこのパーティーはね、誘惑の踊りが通るパーティーなんで、さすがに勝てると思うんですよ。うん、さすがに勝てるでしょ。さっきのはちょっとね、ギガンテスが急に走り出したのがね、ギガンテスさっきちょっと盗んだバイクで走り出したんですよ、あいつ多分。さあ、ドルマ打っていく。あー、まあそんなもんなんだね。意外と通るね。ね、暗黒耐性あると思ったんですけど、ボストロールって。意外と通るんだね。まあ、B なんだけどね。B の暗黒耐性。動けないもんだな、お前。さあ、風林火山でね、打点を取っていきます。はい、風林火山、はい、おい、ちょい、なーお。いいねー。できれば風林火山の特攻とかが発生したら、もうボストロールにね、打点が凄まじいことになるんで、さあ、切り裂くたびに呪いがかかる？呪いのランブ！はい、はい、はい、呪っていこう！呪わない、ここは呪わないのは仕方ない。さあ、フルスイング、ここに痛恨出るでしょう。おっとっとっと！ここでミス出る。お、こいつも出るんだ。ですよねー。まあ、ここ食らうのは仕方ない。とは言ってもね、ここで一回ちょっと悠長に、つばぜり合いを仕掛けます。はい、来たー、すさまじい。いいですね、今日の調子いいよ。いいよ、今日の調子がすさまじいよ。これ勝ったべ。うん。さすがにね、赤であそこまで出たらコンプには基本的に負けないんですよ。ね。さあ、このターンに、ある程度削ってしまって、
で、次のターンで詰めるだけです。簡単な話ですね。まあ、誘惑の、おいえ暗黒呪文に弱いね、君やっぱ。デスストーカーって、見た目の割に暗黒に弱いんだよな。おう、避ける。さあ、マッスルダンス、見てください、こいつ。踊ってます、デスストーカー。はい、サイドチェスト体見せつけとる、あいつ。なんやなんやな。一気に行きましょう一気にこのまま、ご利用します。さあ、最後はこれで決める。ヒーサース、あ、フー、ウィン、カンさん、うん、はい、おい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 、なあ完勝はい、というわけで今回は字幕を入れて、街の人とレベル上げをした光景。まあ、配信的にはね、配信違うわ。動画的にはね、盛り上がりがあるかどうか、定かじゃないんですけど、私、収録しながら見てたんですけど、すごいっすね、ちょっと。字幕がちょっとね、あまりにも、これはあんまりじゃないか。時々なんか変な単語出てたよ。やっぱりテロップはサボっちゃダメなんですかね。はい、というわけで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。滑舌が悪くて申し訳ありませんでした。